どうも高井です。 99.9% 人がやらないこの最も汎用性が高い技術、なぜ磨かないのか。まず9割の人は本って読まない部類、つまり1割の人が本を読む部類なわけですよ。で、その1割の人ですら、その中の 99% の人は読んで満足して終わる。で、 1% の人が実行するわけですね。この本って結構ベストセラーになった本で、 Amazon とかでも結構売れすぎの商品なんだなっていうのはコメント欄にも見てわかるだろうし、売れすぎの商品って中古の本がすごい数になってるんですよ。で、見てみるとね、あ、やっぱり売れ筋なんだって実感できると思いますよ。で、この本を読んだとしても話術の全体像みたいなことは書かれているわけですが、どうやって磨いたらいいのか、どんな順番で磨いたらいいのか書かれてないんですよ。つまり話術を磨くレシピっていう本がなくって、私は常々そういう、どういうふうに磨いたらいいんだろうとか考えてたわけですよ。完成形だけ見せられても計算式のところを途中式なしでいきなり暗算で出されちゃう。生徒としては途中式あってこそ教えてほしいですよね。私はその途中式の工程、レシピを作りたくて、で、話術の動画を作ったわけなんですけど、その話術を磨いたところで皆さんはおそらく1万時間は最低投資しないといけません。時間にして3、4年ぐらいコツ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 やっていてようやく完成する。1万時間だったら1年2年でできんじゃねえと思うかもしれませんけど、それ無理です。あなたが現在自由な時間が作れる状態だったらいいんですけど、ほとんどの人は会社員とかですよね。だったら最低3年4年は費やすだろうし、3年4年の3年ぐらいまでは実はすごい苦しいです。1万時間を超えてからようやく楽になる。私はそんな感覚を覚えています。その前に挫折しちゃったら残念ながらその時間は無駄になっちゃうかもしれませんけど、それでもね、最も汎用性が高いテクニックなんですよ。プログラミングと違って無駄にならないしね。プログラミングだと時流ってあって、流行ってる時期にやって、流行ってる時期に稼がないとその投資したお金や時間は無駄になっちゃうわけですよね。それと比べたらかなり汎用性高いと思いませんか？こうやって話をして動画で撮るのもありだし、交渉するっていうテクニックの上でもすごい使える。どういうふうにお金にするかっていうのもあなた次第だし、役立つっていうテクニックであることは間違いないんです。この話術に関しては以前作ったコンテンツ、9割の人が磨き方を知らない影響力を出すシンプルな話術の基礎にまとめてあるので、そちらのコンテンツを視聴すると、あ、こんな順番で磨いていったらいいんだ、こういう順番でコンテンツを視聴していったらいいんだってことが理解できると思うので、そちらを視聴してください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。